ない人ただちがったら多すすぎぎてるけ何どやってね、んのっていう仕事になってって。私ねえがじゃ死んっんてだいかう。らホストはな、六番さん。六番さんが死んでたら七番さんっおていかうしなふうに発言だけしとしけてっばていいくだだけさなんい。だよ、もう。質問それ以ないで外にすなんね。かあんの？教授の仕事、あの場面での。噛まれないっていうのが最大のポイントなんだから。つまなり、ければ始伝めえるっまてことなの。投票でも何でも伝える方法はあるのに、何もしないで無策約束なをまおま守りで、ください。わかりません。じ選ゃあ、択それじしゃあない負け場たり合、するし。余っまあ、ているいいんだ役けど職ね。がランダムで振り分けられ伝えまてす。くれれば、なんとあか手なもたあっのたか役もし職れないはけど、教授っ村ていうのは人結局伝えることがです。大事だってことだね。夜が更け強ま人しだった。てことを伝えられない人で狼に気をかつまけれてくる。ださい。白すぎる人は明らかにおかしな発言したりするよ。噛まれないために。それだけでいいんだよ。噛まれないことが一体絶対条件だから。惜しかったな。ほっとけばよかったな。死神しなくてよかったと思うね。ほんと。死神だったぜ。夜が死明けま神しした。ないで余裕持たせて、グレーのあれ昨持夜たせはた方誰もが死にもうま決せめん打でしち。た。まあ、発言ターンに入ります。ただまあ、あれも2番ね、ギャンブルのだかプらレイね。ヤーが発あれ言もギしャまンブルす。だったね。二の騎士の線。ね、もう出てこ無駄なはいっ無て、駄し出ないてやきてめもま釣しらょうれんだね。から出てくる濁わりけだねえけじですゃん。よ。はい。圧かけてんだから。とは思ったけど、まあいい逆わ。理論でね、いろいろ言われて、ああ、でもね、こうでもね、なっちゃうんでやめましょう。強で、人が強占人いじ師ゃさん、ないちゃふんりとしてる役だのこもん。と言ってく投票ださだっいてね。伝えられんのに、こうして強くれ、人がああして何くもアれ。ピールしないではい。頑張れんのだけが、もう、もはやそもんなところです。う、まあ、あの試合はね、まあ、たま濁るのような運ことはゲーだやかめらましょうね。ね。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。はい、村人ジュニアです。そうですね、2番さんの印象を言いますと、まあ、村スラやめましょう。まあ、自分賛成ですね。うん。いや、ただ、それだけだったんがなんかもったいないかなーって思ってます。村だったらね。うん。村だったらもったいないかなーって思ってます。自分は、霊能釣り切りたいと思ってます。2番目、もし霊能2人出た場合ね。うん。霊能釣り切りしたいと思ってます。まあでもね、かな。まああれギャンブルあと、しっだから、かりと占二分い一師だっ先た生からにしていきな。たいと思ってます。まあ村がそのギャンブルに勝ったってだけだから。はい。二人とも悪くないので、狼まあ、もどっ強ちが人も真悪かくないいいので。か。ただまあ、出会いもっ方、と強人が誰強か。人アピールしないとダメだ恋なっあるていなうら誰かっていう。気はするなっていう。客観巨的視人やっ点でたら、分かりに真くい。の誰かっていうのをしっか7かりと、さっ言ってきのみたい違なっう方、て思ってます。村のやはつかい。と思ったんだから。俺を釣りそたれくかないっら。て言えじゃあ、ば、うまさん伝にわおる願いのしにます。伝わんないで、あれ噛4まれ番たらどうしてんのってのプ話レイで。ヤーが発言します。噛まれないことだから。進路の時の絶はい、対条件4は。番村人陣営でした。正直、2、3、両方印象悪いですね。両方印象が悪いですね。2番さんは村スルやめて、ニゴリョウの発言しないでほしい。そんだけ。で、3番さんは2番さんになんかもうちょっと喋ってって言うんであれば、なんか3番さんはもうちょっと言った方が良かったんじゃないっていう、もう3番さんが言ってることもほぼほぼテンプレだから、そんなになんかね、二番さんに指摘できるほどの内容じゃなかったと個人的に思ってるから、正直さんの方が印象悪いかなって言っときましょうか。はい、二番さんは二周目頑張ってくださいって言っときますね。どうしようかな。占い師ね、これ助言。白いところ占った方がいいよ。白いところこそ占った方がいいよ。狼は白くなろうとするからね。村の方が黒くなりやすいから、白いところを占った方がいいよ。黒くなるとこっちがいいから。5番のプレイヤーが発言します。はい、村人税で差しはありません。234、まあ、4番さんも大して別に人口論言ってなくないって思ったけどな。人口論って言えば言うで人外に利用されるから、別に言ったら理があると思ってないんですよ、私。うん、だから別にいいんじゃない？別に2番さんぐらいでもいいんじゃないって思うけどな。だってさ、それって4番さんがそういうことによってさ、狼は黒くなろうとしたりさ、するかもしれないじゃん。白くなろうとするとか言ったら。だからあんま良くないんだよ。別に言ってもいいけど、言わないからダメとも思わないんでね。だから正直2番さんが一番いいかなって思うんだけどな。別にいいんじゃないって思うけど。まあ、4番さんがね、狼だったらそんなヘイトを貯めるような行為するかなとも思うけどね。まあ、今んとこ2番さんが一番印象いいですね。6番さんの音。6番のプレイヤーが発言します。
はい、6番のワズマです。よろしくお願いします。占い師です。ラン白、1番、3白、1番、3白です。発行お願いいたします。で、2、3、4、5に触れていくと、2、3特に色は落ちないんですよね。ただ、2、3と比べたときに、まあ、しっかり占い、まあ、テンプレですけれども、3番さんが、霊の釣り切り行きましょうっていう思考解除してるあたりはいいのかなって。2番さんに関しても同じく、場面に濁るような発言とか、すらはやめてくださいっていう部分、思考解除してるあたりはいいのかなって思っちゃったかな。で、5番さんが4番さんに指摘してる通り、4番さんの叩きって結構不当だとは思ってる。印象いい悪い、白黒はつけていないけれども、印象いい悪いで言ったら別に悪くもないと思うんですよね。だからそこで不当に印象悪いって言ったところは少し気になってしまうかな。4番さん自身も20秒ぐらい余って、うん、白いところ占うなってそれだけって思っちゃったんで、正直4番さんが、若干印象悪くなってしまったかなと思ってる。5番さんに関してなんですけれども、2番さんが印象いいって言ってたけれども、5番さんに関しても2、3、別にそんな印象良くも悪くもないと思うんですよね。5番さんに関しても気になっちゃった。以上。7番のプレイヤーが発言します。霊能です。霊能です。6番さん、1番さん、白ですね。そうですね。2番さんに関しては、まあ別に村でもどっちでも狼でも言える発言だなって思ってグレーですね。で、3番さんは、これ4番さんも言ってたけど、2番さんにもっと喋ってっていう割には、まあ、その村すら賛成、まあ、霊の釣り切りっていう、なんか普通のことしか言ってないなっていうイメージあったので、まあ、印象は良くないですね、3番さんの。で、4番さんなんだけど、まあ、そういう、なんか、その2、3の精査っていうとこは良かったと思うんだけど、その白いとこ占えっていうのがね、占いに白いとこ占った方がいいっていう、それだけちょっと引っかかったかな。占い師が占いたいとこ占えばいいんじゃないって思ったからね、ちょっと強靭ムーブなのかなっていうふうにもちょっと捉えてます。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、まあ兄さんに関してはまあ色をつけらんないですね。進行論しか、ほぼ言ってないので。で、まあ、4番さん、まあ、目立った発言してるけど、まあ、ただまあ、あそこまで、ね、逆に、めちゃくちゃ発言、ね、あの位置で結構目立つこと言えるってことは、まあ、なんか、そんなに浪明に逆に見えないかなっていうところかな。まあ、あっても今日だと思ってっていうくらい。で、まあ、5番さんはね、まあ、別に5番さんもな、特になんか印象に残るような発言なかったんだよね。印象に残る発言なかったというよりかは、色をつけられるような発言がなかったっていうところかな。まあ、確かに、ローが逆に黒くなるかもしれないじゃんっていう指摘はわかるけどね。ただそこに関してはもう議論してもしょうがないと思う。9番。のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。そうですね、2番さんは2周目、3番さんにちょっと一つだけ質問するのであれば、3番さん、霊の2人出たら釣り切りたいとおっしゃったじゃないですか。それって2、2番目の時だけですよね。1、2番目の時でも霊能を釣り切りたいってことですか。それだけちょっと2周目お答えください。で、4番さんに関しては、4番さんって2番3番に圧をかけてただけじゃないですか。こういうムーブって強靭だったらしないと思うんですよ。4番さんが強靭であれば、占い地に入らなければならないじゃないですか。にもかかわらず、それをしてないってことは、4番さんの共鳴って薄いと思うんですよね。だから7番さん、8番さんの言ってる意味が、私にはすんなり通らなかったっていうのが、私の印象ですね。で、5番さんに関しては、2周目しっかり聞きたいなと思ってますけれども、まあ、さっき言った通り、4番さんは圧をかけていただけだと思ってますよ。まあ、8番さんは全体的に触れてたかなって印象くらいですかね。っていう感じで1番さんに回させていただきます。1番のプレイヤーが発言します。占い師です。6番しろ。そうだね、やっぱりね、伝わってくる。5番さんのお礼の気持ち、わかるわかるわかる。ひろちゃんかっこいい、ありがとう。今日勝つぜ、任しとけ。まあね、 SG1 をするゲームじゃない、アクロするゲームだ。白い人を残して黒い人を釣る。ただそれだけ。ただそれだけよ。同じだろ。5番さん可愛い。5番さん大好きだ。その熱い気持ちは同じだろ。ただそれだけなんだよ。ただそれだけなことしていけばいいんだよ。好きな人に好きな気持ちをただ伝える。同じだよ、自分たちも。白い人を残して
黒い人ただ見つければいいんだよ。始めましょう。以上です。2番のプレイヤーが発言します。まあ、じゃあ1番さん釣られちゃいなよ。やってること無意味だから。で、俺9番さんに疑問があるんだけど、3番さんに、霊能釣り切り、占いが一応でもって言ってたけど、じゃああなた、新郎新居見極めれるんですかね。新郎、例の新郎で見極めれます。それも加味したら普通釣り切ってたらいいでしょ。何言ってんだろうと思ったけど。で、4番さん、叩かれたから言うんじゃないけど、白い位置を占えばいいって言いましたよね。じゃあ4番さんって、初週から2、3精査すげえ頑張ってましたよね。白アピですよね。じゃあ4番さん、色見てもいいんじゃないですか。霊能に色見てもらってくださいよ。思いっきり言ってることブーメランですよ。あります。けど言ってることすげえブーメランですよ。役ですか？役気がします？大丈夫ですか ?4 番さん。思いっきりブーメランですけどね。気になったのは9番さん。うん、9と4。叩かれたんじゃなくてちゃんと理由は言いました。はい、そんなとこです。以上。3番のプレイヤーが発言します。どうも。はい。じゃあまあ9番さんにアンサーしとくと、1、2番目やったらグレーからですね。騎士出してグレーからですね。で、これ今6番確定ですよね。騎士出ないんですか？あ、4番さんですね。はいはい。対抗は？ないんですか？それも対抗おらんみたいですね。うん。でも2番さんが1釣りって言ったやろ？ 1 すらしてるわけやろ？これ何で釣ろうとしてるの？ちなみに2番さんって。俺正直、なんか釣られに来てるような感じがしてるんやけど、自分、そう考えたら強人に見えるんですけども。うん。なんで2番さんの位置ずりっていうのは自分賛成できないっすね。うん。自分それは不当かなと思ってます、現象。かな？うん。それはないです。一番さんずりはないっす。ってなると、うん。9番さんかなって自分的には思ってます。うん、9番さんは確かに、うん、2番さんの言った通りなんですけど、うん、自分的には9番釣りかな。はい。4番のプレイヤーが発言します。あ、ちょっと把握漏れしてる。6番さんが、あれ一角でいいので、あの、白席どこ白席教えて。もしもし。一致しろ。あ、1か。6が1しろ。うん。6が1しろで2番1釣ろうとしたの？ 2 番釣ろうや。じゃあ2番釣ろう。例のは、じゃあ、例のは、例のは、あ、待つよ、例のは、例の出てないでしょ、多分これ。7? あ、7ね。ごめん。いろいろ把握もしてるわ。7が例のか。あ、7例のいいね。7例のはいいね。ね。6番さん、占い好き任せるんだけども、1白でしょ？まあ、多分、ヒロちゃん、強靭なければ勝てると思うから、2と5は絶対に長かけて。うん、とりあえず2番さん、日本語勉強した方がいいぞ。自分への圧掛けになってるって表現をするならわかるんだけど、ブーミランじゃないからね。で、5番さんが1番、2番さん印象いいっていうのは全くわからんし、なんで？ 5 番さんの思考でなんで2、3、4で1番、2番さんが印象良くなるの？多分、5番さんの思考ではそんなに2、3、4ってそんな大差ないと思うけど。なぜ2番さんが一番印象良くなる？ 2 と5は絶対縄かけて、2と5は占っちゃいけん。2番さんなんか一緒がいても正直そんな嬉しくないから、8あたりかな。占うんだとすればね。2、5は多分縄は届くからいい。今日2番か5番落として、2、5のランね。まあ、最後ちょっと1番さんに決めてほしいな。5番のプレイヤーが発言します。
はい、平野村ですね。いやいや、4番、言っとくとね、じゃあ、2番さんっていうのは別に当たり障りのない発言だった。3番さんは2番さんに布団に叩いてたと思う。布団に印象を下げていたように思った。4番さんもさんとに、殴りが若干印象良くなかったからです。だから相対的に見て2番さんが印象良くなっただけです。うん、別に相対的に見ての話なんでね。って感じです。大差ないけど、一応何も、全部フラットにしたら良くないですよって思ったから、そう言っときました。わかったかなって感じですね。そうだな。2番さん行きたいかな。楽って1シロだからね。教授にずるってことって思っちゃったかな。あと、騎士出さないのもよくわかんなかったし。それ、8、9もね、9番さんの3の殴りっていうのも意味わかんないなと思いましたけどね。いやー難しいなーこれ。普通に。8923ね。まあ、占い。てか、霊能が色みたいところに行ったらいいんじゃないですかって思っちゃうけどな、素直に。まあ、そうやって一本釣りする、一本指定すると、ラインが、等々が見られないから良くないっていうのはあるから、難しいところではあるけどね。ただ、2も3も、2は4級って言ってたし、3は2級って言ってるから、9っていうのはあんまり相方にはならないのかなって思ってますけどね。だ9以外で行きたいかなって感じですけど。6番のプレイヤーが発言します。5番さんちょっと2周目一気に臭くなったな、うん、俺も4番さんに賛成です。2号のランで行きましょう、うん、4番さん新騎士だったの申し訳ないマジで。もう皆さん言ってますけど、2番さんが1番さん釣り寄すのおかしいし、3番さん、ただ3番さん見せて2番さんおかしいと思って、その相方軸に関して9番さんってあげるのはなぜなんだろうと思っちゃったかな。その理由が、ごめんなさい、聞き漏らしちゃったら申し訳ないんだけど、それが気になったかな。5番さんに関しては一応新騎士が、2番さんついた理由とかそういうのを言ってて、9番さん以外って話をしてたんだけれども、なぜ2番さんを釣り寄さなかったのかなって、そこがすごい気になったかな。9番さんに関しては俺は、うん、俺は村なんじゃないかなとは思う。なんでかっていうと、9番さんがローだった場合、もう俺の新占い確定してる状態じゃないですか。で、そこで新占いが4番さんちょっと怪しくないって言ってる時点で、9番さんって俺に乗っかって、もう4番さん怪しいよって言って、占い値回避とかできたはずなんですよね。だから、9番さんのロー名はないのかなって、あって強人なのかなとか思っちゃったかな。いや、そんなことないか。結構村っぽいのかな。そうだね。今回2番さん行って、で、騎士に関しては俺を守っていただいて、で、俺が、まあ、占い師決めるので、そこを占って、白か黒か出たらって感じかな。今回2番さん行きたいと思います。以上です。7番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、急がろうなら、俺普通に占いで出るんじゃないかなって思ってるかな。だからちょっとローメないのかな、9は盤面的にって思うけど、そうですね、今日色見たいのか、まあ俺普通に2番見たいなって思ってますね。はい。なんか殴りやすいとこ殴った位置が片白だったって感じかなって思うけどな、普通に。いやー、どうだろうね。いや、2、3とかあるんかなって思っちゃってますかね、今んとこ。まあ、5番さん。5番さんね。5番さん、まあ、初週 2が印象いいって言ってて、4に対しての、じゃあ、黒いとこがどうの方のっていう話してたけど、俺、それ別に、うん、そうだな。2の印象いいっていうのは分からないけど、その4番さんのあの白いとこ占うっていう、あれに対しての、あれはまあ普通だなって思ってたんで、まあ2周目、どうだろうね。まあ2の色見ようよ、とりあえず。って感じっすかね。8番さん。まあ8番さん、そうだな。全体に触れてて、まあとりあえず、なんだろう。あ、でも8もありそうだな。なんか、ヘイト買いたくないかなって感じがしたかな、一周目。なんか、均等に触れてる印象でした。はい。まあ、2位行きましょう。8番のプレイヤーが発言します。まあ、2釣りでいいかなと思いますね。まあ、ここの場面でも、まあ、2が、
まあ、ローだとして、うん。もう、2を擁護するのはもう無理でしょ、正直。この盤面で。だからもう2つって、次占いで占ってもらって、そこから、もうグレー1狭めていくしかないと俺は思ってますね。で、まあ、1はもう狂気で、いいんじゃねっていう。だってまあ、この平和村っていう、あれができた時点で、ちょっと、平和村って結構、狼側に有利だと思うんですよね。なんでまあ、まあ、逆に平和村っていう場面で、狂人が一滅やられるっていうのは、狼側からして悪くないと思うんですよ。だから、まあ、1は放置でいいと思うな。だから、2つって、で、6番さんに色見てもらった方がいいと思う。まあ、俺は3、5どっちかだと思ってるけどな。9号の方を釣り押した3も怪しいっちゃ怪しい。一番黒く見えるかな。9番のプレイヤーが発言します。はい。ですね、平和村になった時点でもう狂人ってのはもう無視です。狼を釣るゲームがスタートしてます。いいですか、6番さんに言っておきますね。6番さん、今日は2番さんを釣って白いと思う位置を占ってください。僕でもいいです。6番さんの生瀬さん目線って僕って白いんじゃないですか。だったら僕占って明日3釣り3グレーにしましょう。そうすれば、僕白出ますよね。そうすると、残りの位置、今日仮に2番さん釣ると、あと3、5、8、3縄、そこ釣り切りで終了です。どうですか？この釣りで強いと思いますよ。もう1番さん強靭とかもう考えないでいきましょう。いかがでしょうか？僕、この釣り方の方が村って勝てると思いますけど、素直に。2番さんと5番さんは、こういう積み進行を勉強した方がいいと思いますよ。以上。1番のプレイヤーが発言します。9番の狂人がおっしゃってるんで、8番、3番村になった方がいいんじゃない？ 4 番がいいという8番でいいんじゃない？という狂人が最もらしいことをおっしゃってるんで、白しか出ないんでしょ、この9番。じゃあ、グレー1に置いとけばいいじゃん。9番は、村は村でも9番なんか最終盤面になるんだから、その時に白くなって、その発言力で。あれあれ？それとも、占われなければダメなんだよね、狂人って。ああ、ごめんごめん。白出されなきゃいけないんだよね。ああ、9番って。ああ、ごめんごめんごめん。4番が言うとおりでいいんじゃない ?8 とか3とか。でいいんじゃない？ここはほっときゃいい。今日は2番。9番は白くなればいいじゃん。有利なんでしょ？狂人じゃないんだったら大丈夫でしょ。そこまで言ってんなら色白なんでしょ？8って今日なんでしょ？まあね。2番さんはね、俺がした意味が分かってないし、俺がどこに占いを出したとか、俺が、占い師やるつもりだったかとか、何のためにやってるか、潜伏霊能とかめんどくさい、潜伏占いとかめんどくさいのを一応カットしたわ。2おるからね、6を確定させるために。だから2番はもう出ねえんだよ。4番を釣りをして役だったんでしょ？じゃあそれ責任を負わなきゃいけない。この試合に関してはセンスがないってことなんだから、2番自身が。だから5番さんみたいな女性にモテないんだよ。まっすぐな気持ちを伝えればいいんだよ。そしたらな、モテるぜ、2番。以上。全プレイヤーの発言が。その疑いにはどんな根拠があるの？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、2番、2番の遺言を発表してください。狂人でもな、なんでもない白なんだよ。6番に言っとく。4番って1番の、6番って、どこ占いだっけって、1釣り下ろしたの？じゃあダメじゃん、人外じゃんって。自分が把握盛りしといてだよ。言ってることおかしいってそれが気づかねえんだ、6番さんって。で、ピンポイントで1、4どっちか人外なんでしょ。じゃあ俺人外当ててんじゃん。それが分かんないんだ、6番って。何言ってんの。1が狂人かもしれないわけだよね。今日で出てるかもしれないよね。4進かもしれないよね。1が進だったら4って人外だよね。じゃあ俺当ててんじゃん。じゃあ1、俺最初に、じゃあ1、あなたじゃあ釣られればいいじゃんって、釣らして。マジで村で言ってんの？じゃん。
どういうふうに捉えてんの？で、グレーは4級って俺普通に言ったじゃん。要は、狼探してないから問題なんだよ。俺、今日1、一択なんか一言も言ってないぜ。4級って。ちゃんと言ったけど。じゃあ、案の定4出てきてんじゃん。発言精査って何にも聞いてないんだね。1つったから、はい、2、人外って。俺、白しか出ねえよ。強人でもねえよ。人外1、1、4、どっちか人外じゃん。結局。1はマックス強だよ。当ててんじゃん。そのロジック6番分かれへんか。当ててねえっつの。俺、村だっつの。急遽の可能性がある。夜が更けました。うん。キューラだったら知らんよ。ただの村だったらいいけど。が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイ人狼が身分の開示を選択しました。おい、7番もチャット打ってくれよ。おっせえんだよ、マジで霊能がよ。まあでもいいな、残んのか。終わんないってことは2が白ってことね、推測すれば。分かってるよ。だけどね、みんなにね、嫌われるような話し方とかするからね。話してる内容がもうわけわかんないし、なんか強人かっていうぐらい。1と4だ、あれ当ててんじゃん。4、1は強人でいいけど、4の人外って何なんだろうって思うんだけど、遺言で言ってんの。意味わかんないんだけど、もう。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番、7番のプレイヤーが発言します。はいはいはい。あ、まあ、普通に強靭落ちてないと思うから、今日決め、ロー釣れないと結構きついかなって思ってて、そうですね、うん、3がローで、うん、俺5か8だと思ってんだけど、いやー、どうすっかなあ、俺普通に8の方が怪しいかなって思って、ちゃってっかな。うん。俺が8だから均等に、1周目叩いてて、うん、8もちょっと臭いかなって言ってるのに、8、俺の言ったことをしかとだからね。うん。いや、9、うん。9追いますか？ 9強。急遽っぽいなんか、急遽っぽいわ。うん、3の相方でしょ ?3 番。うん。8が飛んだんだよ、ね。白アップすればいいのに、黒出してどうすんだろうと思うんだよ。2番目だったらっていう話に関してね。黒出したら決め打ちなんじゃ、白出せばいいのに、8でも習っとけばいいって言ったのに。なんか、聞かんでもいいようなこと言うかなって思ってるから。5は2が印象いいって言ってて。俺8かな。まあまあ発言聞いて決めますけど。はい。8番のプレイヤーが発言します。まあ7番さんに一応言っとくと、まあ別に7番さん別に白角なんで、まあ別に対して叩くあれもないかなと思っただけですね。で、俺はまあ確かに普通に5だと思いますけどね。結局5って割と3囲ってるんです、囲ってるやつか守ってるんですよね。9の3への殴りが不当っつって。まあ確かに、まあ不当か不当かじゃねえかって言ったら、まあ不当目ではあったかもしれんけど、まあただそこにちゃんと3囲返した上で、さらに9を殴るっていう動きが結構3球でない、3号でない見えるかなって俺は思いましたけどね。っていうところくらいかな。9のローはね、あんま追えないかな。まあ3は結局2を釣り押さずに9を押したっていうところもあるし。っていうくらいかな。まあ、7番さん、もうちゃんと決まっちゃったからな。俺は自分に5に入れたいと思います。9番のプレイヤーが発言します。はい。8番さんの言ってることもわからなくはないんだけど、8番さんって初日ね、
狂人位置を気になされてたじゃないですか。もう11番目でなんで狂人気にするんだろうなと思ったんですよ、この人。うん、で、平和村は狼や有利って言ったけど、僕の初日の2周目の発言覚えてますか？ 3 対3グレーにしたら、狼ほぼほぼ負けですよって、罪進行できますよって言った発言。だからそれならないんですよ。うん、で、狂人位置を探しちゃってところで8番さんが臭いと思ってる。確かに5番さんは、3番さんを擁護してはいた。確かにね。ただ、俺そんなに自分の殴り不当だと思ってないし、まあ、5番さんがそう考えちゃっただけなんだなとも思ってる、今のところね。で、俺が狼じゃない要素を、明確に挙げときますね。俺、自分が占い地に入ろうとしました。わかりますよね。1番さんが言った通り、俺、狂人はあるかもしれないですけど、狼絶対ないですよ。で、俺目線では1番さんの狂人も全然あります。うん。なんでかっていうと、1番さんって俺を狂人に見ようとしたから。あの発言って狂人で俺が狂人で絶対やらないですよ。うん。っていう感じですね。で、なので、俺目線、狂人が2番さんでは落ちてないと思ってるんで、5、8、どっちか、うん、しっかり見極めたいんですよね。うん。ただ、今のところ俺は8番さんに入れたいですね。うん。やっぱり初日のね、狂人位置を気にしてたっていうのはとても気になってるんですよ。うん。で、ここで俺を残したいっていうような発言をされてるのは、俺を狂人で見てるのかな、8番さんもって感じなので、8番さんの方が臭いと思った。5番さんの発言聞いてないから分かんないけどね、っていう感じです。1番のプレイヤーが発言します。うん。5番の狂人さんも大変だね。うん。から2番が今日はアピしたのが最後にわけわかんない発言して、4番の、いや、俺の狂人に見るのはいいけど、4番を人外に見るって何の発言してんだろうっていう。だとすれば、どっちみち、あれだからね。うん、5番の狂人さんだったら、諦めとけ。うん。うん、9番が村だったらいいんじゃない？それで。うん、その結論で。まあ、9番が狂人だったらセンスねえなと思うよ。5に行った方がいいと思うけど。うん。まあ、8なんじゃない？普通に考えて。うん。6を噛まなきゃいけなかったんでしょ？うん。何が何でも。8、3、特に4から8して入ってたからって考えれば8でいいんじゃない？まあ、いいんじゃない？ 9 番が真っ白だったら勝つゲームだから。うん。うん、以上。5番のプレイヤーが発言します。いやー、むずっ。8、9ね。まあ3番さんがね、9って言ってたから9はないのかなって思うけどな。わかんないね、これ、うん。K 番さんの狂人目っていうのがあると思ったけどね。あそこまで占って発言っていうの。興味はあるなって思ったけど。わかんないけど、3番さん、いい気をしてたし、あっちかなって思うけど、あとさ、2番、あのさ、どうでもいいんだけどさ、2番さんはさ、一番人外をして落ちてるって、当ててるって言ったけど、1番さんが後ろで4騎士だから、どういうことってめっちゃ思ってたんだけど、後で普通に聞いて何言ってんだろうって思ったのは、まあいいんだけど、狂人を落ちてたらラッキーだな。いやー、8番さん行きますね。いやー、全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石、私はただの石、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。PP かな？ん？わからんわ。まあ、白く見てもらえなかった俺が悪かったってことですかね。どういうことだこれ。全然わかんねえ。だから、8占っとけよ。8占。8占いしねえんだもん、8占って。わからんわ。ちゃんと5なんかすればいいのに、8占って8の占い結果を出さねえで3黒出してる時点でもうやばいんだもん。狂人じゃないのこれって。違うの？
1強視点で見たら俺釣り落ちた点から見て5黒に、あー分からんか、強人だし、うん、まあいいや、お疲れ。夜が更けました。八占いすると思ってた、八占いしないんだね。八占いしてくれないからこちら目線わからなくなるんだぞ。もう何もしてねえからこうなんだっつうのよ。八占いしねえからよ。三黒の価値ゼロなんだっつうの。真っ当な、真っ白な人のところか、津村狙いか、白狼狙いで八しかなかった盤面で何やらかしてんだろうっていう。占い先で三黒見つけてやったと思ってんだろ。残されたこっち目線がもうわかんねえんだってのに、もう。一名の方が亡くなりました。79番のプレイヤーが発言します。はい、狼仕様です。狼仕様します。狂人さんは自分に入れてくださいね。一番さん、五番さん、どっちかわからないですけれども、一番さんだったら一番、五番さんだったら五番さんに入れてくださいねって感じです。はい、以上。一番のプレイヤーが発言します。いやー、全く6の占い師のセンスのない占い。8しかなかったのにね。8白出さないからそうなるんだよ。3黒出して自己満足してるからダメなんだよ。4番の指定通り8の白のところのところに白を打つべきだったのに、それをしないからこうなるんだよ。黒見つけるゲームじゃなくて白見つけるゲームだよ。8に白打ってくれないから負けたんだよ、村が。えっへっへっ。ま、5番さんは嘘つかないでね。諦めなさい。諦めなさい。5番のプレイヤーが発言します。あ、やっぱ狂人は楽しいな。マジ投票しますけどね。野球盤さんか。野球盤さんさ、八が分かんないけどって、どっちが狂人か分かんないけどって言って、この人は狼だなって思ったから八番さん言ったけど。マジ投票するのね。いやー、2位として申し訳ない。常に2位として。8白打てよ、もうよ。何やってんだ、この占い師はよ。8白打たねえやついるか。こうなるっつうの。なんだ、3黒なんて価値ゼロなんだよ。白っぽいなって思うのの村っぽいところに行かなきゃいけないのに。8白打たないで3黒、3占いするっていうところ、もうセンスが、そんなセンスがあったら負けるっつうの。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了、人狼陣営の勝利です。いや、申し訳ない。いや、お疲れ様でした。マジで3占いでよかった。いや、本当に申し訳ない。もう8占いしかないだろっていう、何占ってんだろう。そう、それ8占いって白にすることが最、絶対に村の可能性、白だったら村の可能性がある人に、強人性がない人に占うべきな。まあいいや、もうこうなって負けんの。勉強してほしいんだ、占い師たちの人たちには。こうなってわけわかんなくなって負けんのよ。蜂が、蜂の色が見えてれば勝ったゲームだよ、これ。石人が悪かった、はじめね。俺絶対5はジンガーと思ってたんだよ、だから。だから2に投票してないんで5に入れてんだよ、ちゃんと。あのね、霊能に任せようとかっていう自分の意思見せない人ってジンガーだから、本当に。あ、俺もそれがあったんで、8番さん強人めないと思いました。まあね、ああいう人は、スイッチ上げれない人って人外だから、ほんと。まあね、狼にアピールしなきゃいけないから。で、分かってました、9番さん、狂人って私。あの、8番さんよりは5番さんの方が確率は高いなとは思ってました。もしくは1番さんかなっていう感じです。ああ、